ファンスペーク級フリゲートは、オランダ海軍のフリゲートの艦級、ディアンダー級フリゲートのオランダ版として、1960年代に6隻が建造された。退役後は、インドネシア海軍に売却され、アフマドヤ2級フリゲートとして、再収益している。1950年、第二次世界大戦で甚大な損害を被った。 オランダ海軍は大規模な再編成に着手し、その一環として、相互防衛援助計画の財源を用いて、アメリカ海軍のキャノン級護衛駆逐艦6隻を購入した。これは、再建機のオランダ海軍にとって、貴重な護衛艦として活躍したが、1960年代に入ると、陳腐化、老朽化に伴って更新が必要になっていた。 これに応じて建造されたのが本級であり、まず1962年に4隻が、1964年にはさらに2隻が発注された。建造の地帯を避けるため、基本設計は、できる限りイギリス海軍のリアンダー級フリゲートが踏襲された。ただし、オランダ海軍の要求事項に基づいて、上部構造物には数々の改正が施されており、環境構造物は、 より幅広になっている。主機もリアンダー級と同系列で二眼減速機を用いたベルクスプール、イングリッシュエレクトリック製、ギアードタービンを搭載した。ボイラーは、バブコックウィルコックス社製の水管ボイラーを2缶搭載しており、蒸気正常は圧力 38.7kg フォース、平方センチメートル、温度摂取450度であった。また、 電源の合計出力は 1900kW であった。ただし、F800 には、ボイラーや配管の問題から1985年に、早期退役し、F804 も似たような問題を抱えていた。このように、蒸気タービンは、維持が困難になっており、インドネシアに売却された後、2003年から2008年にかけて、全艦が主機をディーゼルエンジンに換装した。 設計と同様、装備面でもおおむねリアンダー級の構成が踏襲されているが、電子装備のみは国産化が図られた。長距離捜索用として、リンウッド -03、対空、対水上捜索用として DA、DA-02、そして射撃式用として、M44 及び M45 が搭載された。一方、ソナーは、リアンダー級と同構成で、 単身技として177型、海底捜索用として162型、対戦迫撃砲の目標補足用として170バイト型も搭載された。武器システムも概おむねリアンダー級と同様だったが、シーキャット股間防空ミサイルシステムは、リアンダー級では4連装発射機及び MRS-3 射撃式装置は1セットずつだったのに対し、 本級では射撃式装置をコンパクトな M45 に変更したことで2セットの搭載を実現した。艦砲は同時期のホラント級、フリースランド級で標準装備となっていた46口径 120mm 連装砲が検討されたものの設計変更によるリスクを避けるためリアンダー級と同じ45口径 11.4cm 連装砲が採用された。また、 対戦兵器も同構成でリンボー対戦迫撃砲1機と共にウェストランドアスプア -12A 中距離魚雷投射ヘリコプター1機が搭載された。これにより本級はオランダ海軍の護衛艦として初めてヘリコプターの運用能力を備えた艦艇となった。1974年より全面的な近代化改修計画の策定が開始された。 これは当時計画が進められていた S 級フリゲートと同程度まで装備の更新を図るもので実際の改修工事は1977年から1983年にかけて実施された。これにより水骨2戦術情報処理装置が搭載されたほか d a 0には DA-05 に更新された。ソナーはトロンプ級に準じた構成に変更され、 クエイ -610 単身技及びプド -700 可変振度ソナーが搭載されたほか、F814.815 では、アン、s q r 1 8 a 戦術栄光ソナーも搭載した。電子戦装備として、UA-13 内視 FH-12 電波探知装置とネブワース、コーバス8連装デコイ発射機2機が搭載されたが、 F802.804814 では UA-13 電波探知装置を搭載しなかったほか F814 ではネブワース、コーバスの代わりにマーク36スバックを搭載した。艦砲はオートメラーラ射程の62口径 76mm 単装速射砲に換装されたほかリンボー対戦迫撃砲も撤去されて324 立方ミリメートル連装単魚雷発射艦が搭載された。ハーブーン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機も追加された。またリンボーの撤去と合わせて航空偽装も拡張され、ウェストランドリンクス SH-14 の運用に対応した。インドネシア海軍に売却された後、戦術情報処理装置はスイ部 V にアップデートされた。 また放射撃式装置も353.354356ではリオードマーク2に換装された。シーキャットは老朽化に伴って運用を終了しミストラル近接防空ミサイルのシンバド連装発射機に換装された。ハーブーン艦隊艦ミサイルは維持されているが、すでに保管期限を過ぎているという情報もある。このため一部の艦では 中国製の C-802 に換装しているほか、オズワルドシアハーンでは超音速の P-800 の VLS を搭載した。搭載機は MBB イタプンボー -105 に変更された。タクタスは撤去されたが、運用設備は残されている。また単身機を PHS-32 に更新したという情報もある。には、 ファンスペーク9フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。